皆さんこんにちは、タイガーさんがいらっしゃる。ヤモです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで本日は銀の奥23国をやっていきたいと思います。はい、宮坊さんが録画してくれましたのでこちらの動画をご覧ください。どうぞ。今回のパーティーは奥に主、奥に主ビクモとなんだっけ、バルルギです。奥に主、はい、でやっていきたいと思います。はい、こちら奥に主さん怪しいと言われて、強絶ハマるんじゃねえかと言われて、ここでハマったね。ここでハマりましたね。ここでハマったね。はい、でここビーラーステージ、うん、ビーラーと同じ仕様になってるんでダメージを受けたら効力上がるっていう、うん、あれここ3回死ぬまで気づかなかった。なんでこいつ死んでん、じゃえってあのステージのところで読まない。詳細を読まないとね、そうそうそう、出ないんだよね。すげえむずくねってなってなるよね。なんでダメージ出るときと出ないときあるのみたいな。そうそうそう、3回ぐらいやって気づいた。そうなんですよ。なのでダメージ受けながら敵を倒さなきゃいけない。うん、で大体その2度で1回触れて1触れで大丈夫です、うん。うんうんうん。そのイメージでやってます。だからね、こうニードルを見てさそくさとニードルパネル向こうの紋章をつけに行かないように気をつけてください。そう、そうすると全くダメージ出ないんで。そこのピヨコユカよ。ピヨコユカがね、うん、なかなか余計ですよね。余計。まあ余計。過ぎて、なので大国主がめちゃくちゃ強いっていう、うん、大国主がいれば、まあ、ここはマジ問題なくクリアできるレベルでこれは楽だと思うけど、ここは死因はほぼ自殺、自殺っすね。ボスの攻撃とかもそこまで痛くなくて、うん、だから自殺しないように気をつけながらボスの即死攻撃までに倒す。そうですね、という感じですかね。まあちょっと体甘かったです。でここがあのプニを倒すとね、回復弾をぶち込んでくれるんですよね。はい、そうなんで、まあダメージを受けたらプニで回復、プニを倒しながらまあボスを削るのが一番ベストな動き。うんうんうん。でもここはその結構サクサク、そんな時間かからないとは思うんですけど、まあでも僕とか結構ビーラーの時とかもそうなんですけど、攻めすぎちゃうんですよ。あ、死ぬんです。火力を求めて、火力を求めて死ぬんですよ、うん、でも基本イメージはもう2ドル1踏みでいいね。1踏みで殴る、1踏みで殴る。この人地雷持ってたらこんな強いの。ワルプルギスめっちゃ強いです。へえ、ワルプルギスめっちゃ強いです、マジで。今だって2ドル踏まずに倒したもんね、左のやつ。左のやつは倒した、地雷持ってたら。で、ああ踏みつけましたね。でミクモも、うん、そのオールアンチしたんで打てるんですけど、うん、そのニードルに関してはその踏めるので、うんうんうん、かなり使いやすくてミクモはおすすめでした。ニードル踏めるっていう時代になる、踏みたくないよ。オールアンチしろよと思ってたのに、前までは。ここはブロックの間にまあ1踏みか、でも結構ここも粗めの角度で、うんうん、運ゲーしてもいいかなって。ここはなんか運ゲーした方がいい。なんかこれ運、うん、その真面目に狙ってさ、失敗したらさ、今死ぬじゃん、多分死ぬ。ニードルコスコスしちゃって、それもありますし、結構浅めで入るとなんか反対の弱点届かなかったり、うん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 、意外と中で減速するなってイメージなんで、荒くいった方がいいかもしれないですね。でワルプルギスなんか状況によってはそのゲージ外して、そのダメをダメを受けながら行ってもいいとか、はい、これとかそのボスの真横に貼られるときあるんですよ、ダメージオール、うんうんうん、ターンによってはダメージオールの位置がいつも変わるので。あ、そうだからニードルも毎回変動するので、その辺も考えながらやっていきたいですね。だから噛み合わないときはマジでこのときも、うんうん、左側にニードル出ちゃったりとかするときあるので、うんうんうん、そことかも考えながら痛い痛い痛いけるとね。おー、生きとるんかい。生きとるね。これはもうこれぐらいの HP だったら触れずと思う。でまあ中央数字まで倒しましょうというところですね。そうですね、ほんとミクモもおすすめ。あとレキオとかも試したんですけど、レキオもなかなか、うんうんうん、ビジネもついてるんで一応まあ多少なりとも、ビジネは高難易度では嬉しい、うん、あとゲージ外せばダメージオールも踏める。はい、これヒヨコ床1個、はい、ヒヨコ1個ってなのでもう1回ならもう戻れない。うん、まあ、だからもう今のはもうほぼ諦めっつうか罪だった、うん、罪だから次に任せようって感じで。でも割とひよこでも
頑張れば雑魚ぐらいは倒せる。そう、倒せる。全然この後はあるんですけど、雑魚処理とかもヒヨコに殴りながらでも、そのあダメージ受けた量が多いからこれヒヨコでもいけるなとか、そこら辺分かってきたらさらに楽になるかも。ヒヨコの力をどれぐらいなのかというのを、そう、ヒヨコを信じられるかどうかっつうの。ミクもこういう時とか便利だったこと、ヒヨコを回避できる、回避しながら、おー、つう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 、素晴らしい。いやミクもマジでガチャゲン並みに強いなと思いましたね。使って8ターンでこれってで、マイエム使いやすいよ。ヒヨコを戻しに来る、戻らない。しかしヒヨコが伸びない、まあ、そういうこともあるそういうこともある。ここ結構雑魚処理難しかったな。ここ難しいね、うん、下でなんか小さい横にひし形描くか、うんうん、まあ縦から入っていくかって感じになりますけど、 SS 打ちがちだったよ。ここがダメージオールとか生かしてる、うん、これちょっと届かなかったんですけど、欲しい、そういう形でいけたりも。で、まあ 1P の位置がめちゃくちゃいいですね。次のニードルが左に出るので、その斜めからの角度で、ここちょっと下りすぎるとね、あの即死攻撃あと6ターン、そう早いっすよね、うん、早いっすね、早いマジで即死が。だからこの数字を見て焦って、もういいことはないよ、うん、焦っちゃダメっすね。うん、ミクモはちょっと考えてます。これでだって失敗したら、うまいね、失敗したらだって死ぬからね今のもね。でもこれやっぱ荒くいった方がいい気がするんですよね、今みたいになっちゃう、ちょっと角度ないと減速が。そう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 。さあ今度こそヒヨコを戻したいところ。確実にまあ1個目を戻るんで、いや強い、荒くね、はい、でも HP4800 万削ってこれしか削れないからね今ね。ほんとボスダメージが少ないんで、そこはありがたいですね、救いっすね。ボスの攻撃力はあんまり高くないので冷静に。オークミヌシは回復を持っていると。それだ、そうだ、忘れてた。これがでかいんだよな、多分オークミヌシ回復持ってる。これかなりでかいんだよな。実際魔法陣よりこっちだよね。うん、この回復がありがたいかも。やなのにいけるわ、うん、弱点特化 SS なんで、弱点しっかり触れればダメージ受けて、いいダメージしますね。これも、まあ、ダメージウォールとパネルを踏みながら、パネル、ニードルパネルを踏みながら、これもね、失敗したら死ぬっていうのがやっぱり難しいですよね。グーンって、なんかそこのブロックで遊ばれたら終わるから、うん、だから意外と角度つけ目で、あ、左から回ろうっていう、うん、なるっぽい。おー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 ほーお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 ーいえおーいえで、ミクモト。そう、ここはここ何が嫌だって、ヒーリングパネルがない。オークリン主前提じゃんそう、ここがマジそのオークリン主なしの人は特に辛い辛いところだと思いますね。まあ一度にこのニードル踏みまくって、見送ったのにあんまりボスにダメージ与えられなかったよみたいなことが起きてしまうと、いやここ大変だと思いますよ。投下した、ニードル乗っている、位置は良さそうだ。ここでまあヒヨコになりながら殴るんですけど、そのニードル2回踏めるんでヒヨコでも倒せるなっていう算段で行きました。大概2回振れればわかんない、ワルプルギスの攻撃力が結構高いっていうのはあるんですけど、うん、横でもちゃんと倒せるんで、そこら辺理解したいですね。あ、ちなみにワルプルギスは同族過激その特急つけてます。なるほど、2000アップ、うん、で、大国主は殴りながら回復、回復全然しね一人、でもほんとさっさと倒しちゃえばね、その分食らわないですからね。ボス攻撃がないんで、マジで1踏み意識っす。1踏み、2踏みしたら死ぬと。2踏みはまあこれはオーグリヌシ入れてるからなんとかなるんですけど、回復入れてない人だよね、少ない人は、うんうん、死にうるね、かなり。これはちょっとダメージ出しづらいなと思ったんで、守りダメージすごい少ないよね。
嘘は全然。ウォーミング一発140点。140とかもう舐めてるでしょ。なんだろうね。カウンターキラー乗せてくださいなのかな。あー、鋭い。次の攻撃結構痛くない？これ。これは結構。5550。こいつの中では痛い。うん。で、だんだん HP 減らしてくんだよね、うん、こいつ。あ、これによし。じゃあ回復。回復してニードル。赤字。赤字。意味ない。意味ないけど。で、ラスゲーの雑魚処理が少々面倒っす。まず、あいつなんで、近松。近松の進化前を処理、この3点処理した後に、この後に、インドラじゃなくて、なんだっけあいつ。ブリトラ。そう、ブリトラが湧くんで、そのブリトラも処理しなきゃいけない。まあ、ここでなんか、ワルプルの遅延使えたら強いなと思って、ワルプル採用したんですけど、特に。なるほど。そう、小町とかもマインエルでめちゃくちゃ強いんですけど、俺はワルプル派でした。やっぱ遅延時強化が強いなっていう面でワルプルを採用して。ニードルそっち行っちゃうんかーい。でもマジミクも強いからマジミクも強いから、ミクもマジガチャゲンレベルだと思った。ここミクもね、おー、ミクモスは、ミクモスは、いやこれをこの SS がニードル踏めるのがでかい、マジで。うん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 。まあ、ダメージ上で下手にダメージも受けたくないんだよね。ニードル1踏めれば十分だから。で、ワルプルスよ。もう安心安全。倒さなくてもいいよ。遅延してくれれば。うん。っていう使い方ね。ワルプルギスめちゃくちゃ強かった。おぉ、結構、攻める。ニードルも受けたくて。おぉ、素晴らしい。おぉ、素晴らしい。ああ、素晴らしすぎる。倒したし。やっぱり実況が強いんすわ。うん。まあ、こうなってしまえば、あとは、まあ HP 考えながら殴るだけなんですけど、まあ超薄くいってあのニードルだけ気をつけたいねって感じだね今これはまあオークニーズの回復があったから今の感じで攻めたんですけど、その普通の回復なしのキャラだったらもうちょい攻めずにいった方が良かったかもしれないですね。これもう踏めねえな。打ちます。ダメージオールもらいながら弱点は1回触れればいいかなと思って。うん、でもか、強すぎる。うまい。はい、またさあ、ということで、まあこれ特に入手しやすいミクモもかなり活躍しましたね。そう、うん、あとレキオンもおすすめ。レキオン、うん、レキオン良かったっすね。もう魔法陣の管理さえねしっかりすれば、うん、送り主が少なくても大丈夫と、うん、あとあいつ、あの玉シリーズの火のやつ、玉シリーズの右見玉、右見玉、うんうんうん、とかもいいと思うので、はい、ちょ今回試してないんですけど、ガチャゲンだったら送り主ワルプルギスが個人的におすすめでしたね。はい、ありがとうございます。というわけで、みんなで頑張りましょう。よいしょ。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。